つま先だけでちょちょんちょちょんで、これでやりながら構成、なるべくこうじゃなくてこうやって膝を、こうやって膝を上げて、こうやってこうこうこう。こっから今度手で取ってもいい。こっから1、2、3、左足も1、2、3、バウンドさせて、バウンドさせていいから、1、2、3、1、2、3、そうです。しっかり固定してここに引っ掛ける。ここでしっかりクイックイックイッってやる。せーの、クイッ、クイックイックイッ、ほら、クイックイックイッって、つま先をちゃんと持っていく。最後、真下に。さあ、頑張れ頑張れ頑張れ。頑張ってみな。クイックイックイッ。ボール回転しちゃってるぞ。膝が立ってるけど。どう？次は、こうして自分でバウンドさせて、こうやって、回転したね。蹴り方を、足膝曲げて、そう、ポン、こっからほら回転してるね、ドーン。まっすぐ足を、まっすぐ足を入れれば、ほら、まっすぐ、そう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 、おー、できた。バウンドを回転して、回転しない、回転させて、回転しない、そう、上手、回転させて、回転しない、 頭の距離で回転させて、回転しない、離れたボール、ほら、また2回連続、トーントーン、そうそう、ちょっとしか上げないボールもインステップで、高く上げるボールもインステップで、いい？でも自分の頭より上には上げない、いい？高い球を上にこうやって上げて上げて上げてってやるのは実は一番難しい。高く上がったボールも下にちっちゃく、低い球も下にちっちゃく。でもう一個注意するのは、必ず足を上げない。ボールは浮いたままじゃなくて必ず落ちてくるから、下でキャッチする。上から見下ろす。いい？で、そこにまっすぐ、まっすぐこう足が入ってくるように。真ん中、ボールに対して真ん中に行けば、まっすぐ、まっすぐ上がってくれる、まっすぐ。右に逸れるっていうことは、ボールの真ん中より左側に逸れてるからこっちに行っちゃう。左にボールが行っちゃうってことは、真ん中よりも右側に外れてるから左側に行っちゃう。いいね。真ん中を蹴り続ければ、ボールはまっすぐ上に上がってくれる。高い球も真ん中。リフティングっていうのは、自分のボールと自分の距離が一定であればすごく楽なの。だからボールが前に行っても、前に行ったらこの距離、こっちに来たらこの距離、前に行ったらこの距離、そうに行かなきゃいけない。
足、もも、足。もも、足。次は足、足、もも、足。